ネギ。タオユアン。ガルガンレディ塗り終わりましたので、かわいい、かっこいい、テンション上がる。次行きましょう。よいしょ。ネギ。でかすぎて画角に収まりきりません。はい、プラモデルとか買いに行くと売ってません。でかいね。しかしこれね、四星獣スザク、これプラモデル屋さんで売ってたんで、まあ、値段がねちょっと1万円超えちゃうんだけど、気になったんでね、これってどうなの、すごいんじゃないのと思って、12分の1スケールだって。確か女神デバイスだっけ、フレームアームだっけ、それは1分の1なんだよね。それが12分の1ってんで、どうなんでしょうって、めっちゃ気になんない。なんか日本語じゃないんだよね。なんかこんな感じの女の子、なんて書いてあるかわかりまへん。すごいね、3サイズとか誕生日までちゃんと書いてあるし。タオユアンだって。さあ、お中身はどんな感じでございましょうか。箱でかいよこれ、でっかいよこれ。塗料がこのでかさ。塗料何個分これ。ドド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 ド
こいつはやべえ、こいつはやべえぞ、やべえもんに手出しちまったな。この物はやべえぞ。なんか追加の説明書っぽいのが入ってる。わからん、何を書いてるかわからん。これは、これは細かすぎやしないかい。これはちょっと、あ、でもすごい、なんかビーパーツとかちゃんと、あ、顔もいっぱい入ってるね。ああ、なんか可愛いお顔が入ってますね。入ってますね。可愛いお顔ですね。あ、色分けもされてる。おー、すごい。なんだろう。あ、でもなんかプラス、このパートの感じ、フレームアームとか女神デバイスっぽいね。作りやすいんじゃない？いや、ちょっと待って、ある。ちょっと待って、ランナーの袋が1、2、3、4、5、6、6、7、7、うん、8、8、8あんの？ 8 もあんの？うん、すごいね。あ、でもランナー、ん？これランナーのやつ？へぇ。これランナーごとってこと？安くない？20円だって。どうなの？あ、ちゃんとデカールも入ってね。はい。スザクさんの説明書です。なんかもう破けてるけど、やだ。分厚いございます。分厚いでございます。ああ、かっこいい。これもしかしてものすごく大きいんじゃないの？あら、素敵。ああ、こう。いやー、これは、えらいこっちゃやで。えらいこっちゃやで、これ。組み立てましょう。えらいこっちゃやで。楽しい。はい、これね、髪型が、なんか2種類入ってるね。A と B だって。A は、髪の毛だけ。で、B は、髪の毛の前髪になんかつくね、これ。だって選ぶなら B だね。よし。で、顔は、何も書いてないパーツ。これね。が、1、2、3ってあるんだけど、口開いてるのと普通のと、口閉じてるのって感じで3個入ってます。で、こっちはね、塗装されてる顔が入ってます。かわいいね。こんな感じ。なんか、セクシーだね。これが一番かわいいかな？顔は見、一個ずつ袋に入ってるのいいね。手も、なんかグーとかパーとか、ね、グーの手、パーの手。で、こっちにはね、ほら、チョキ入ってる。じゃんけんできるよね。これで一人じゃんけんできます。グーチョキパーで。何作ろう？プラモだよ。一人じゃんけんもできます。やりません。なんかね、意外とね、これ重い。このパーツなんで、髪の毛なのになんで重いの。あ、お、これすごいね。この髪型、これにこれに、ほら
アホ毛入ってる、アホ毛。アホ毛ちゃんと入ってる。アホ毛ここにつくんかな。いいね。これもしかして女神デバイスと顔互換性あるかな。ありそうだね。とりあえずちゃっちゃと組み立てますか。あれ同じランナー入ってるぞこれ。お、これもしかして素体2つ作れんの。え、予備にしちゃ多くない。もう1体作れる同系ぽくない。あれマジでこれ素体版と何マジで説明書そんなこと書いてある。いやわかんないね。やってみようか。作ってみよう。いや余ったパーツ組んでみりゃあれもう1体できたってなるね。でもそうだよね。なんで A ランナー2つ入ってんの。え、でもこっちも B ランナー2つ入ってんだけど肌。はい、これもだ。 E ランナー2つ入ってる。ほう、あれだ、あのパーツついてないすぐみバージョンと装備してるバージョン2体作れるっぽいぞこれ。お得じゃん、お得じゃんこれ。マジで素晴らしい。いいね、最高じゃん。とりあえず仮組かな。素体だけね。とんでもなく露出多いね。すごいね。逆に大丈夫なのこれ。これ販売して結構稼働もね。だってそんなに狭いわけじゃないかな、まあ、普通に足もこうやって折りたためるしね。普通に座ることもできるし、足もね結構つま先から結構自由なポージングできるんで、女神と同じくらいかな、うん、ほぼ一緒だよね。ちなみにこれ多分一緒だからさ、とりあえず乗っかることは乗っかるけど、これあれだね、つくことはないね。うん、女神デバイスの頭はこの子にはつかないね。逆にこのスザクの顔は女神には、逆に今度は首の玉が大きすぎて入りまへん。まあグリってやれば入りそうだけど、やめときましょう。うん、互換性はないかな。頭のほら大きさが結構違うね。やっぱこの子たちはこの子たちの顔がつくようになってます。顔はこんな感じでね。こっちの方が幼い、年齢が低い感じの顔かな。こっちの方がちょっと大人っぽいね。女神の方がちょっと大人っぽい。で、スザクの方がちょっと子供の感じの顔。いいね。それぞれ違いがあって。さあ、ここまで来て、半分だね。半分でえらい時間かかっちゃった。さあ、この素体に、今からもう山のようにあるランナーつけていくよ。ランナーじゃないね。山のようにあるパーツだね。スザクです。よろしくお願いします。
はい、無事ね、姿勢獣でいいのかな、姿勢獣スザクできたんですけど、でかい、ただただでかい、そして細かい。これがガルガンレディで、144分の1のバルバドスで、この大きさやばいね。大きさ的には3体分これあれだよね、これで12分の1ってんだよ。この子12分の1ってことはほぼ人と同じサイズかな。でかいよこの子。いや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 、これは釜だけででかいもん、手のひらよりでかいすげえわこれは。この子は大変だぞ。ただね、組み替えはすごくあります。ものすごいある。組んだ後のあの達成感はやばいね。後ろはこんな感じ。いやでけえ、すごいね。ちなみに顔の形は一緒だから、これつくんじゃないの、もしかして。フレームアームの顔はこの子にはつかないね。頭のパーツとここは違うもんね。これも可愛いけどね、首がグラグラなんだよね。ここの首だけ、ここの丸いところズパッと切ってペタッとくっつければ、まああとは針金つけたりねすればまあいいかもしれないけど、まあ合わないイラストだとね、クールなお姉さんって感じ。クール？クールじゃねえな、情熱的なお姉さんって感じなんだけど、こっちの組んであるやつはね、ちょっとなんか優しい感じの顔になってるんで、フレームアームとか女神デバイス、目のデカールが余ってればそれ貼れるのもありかなと思うんだけど、まあ、とりあえずこれを3色で大変だぞ、3色チャレンジやってみましょう。